ビッグ・ウィリスは、アメリカ合衆国メリーランド州、セシルカウンティ出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。ボストン・ビー・イーターズの主力投手として、実動13年で249勝を挙げた。1897年にイースタンリーグのシラキュース球団からボストン・ビー・イーターズに入団する。翌年メジャーデビュー。ウィリスは6フィート2インチの身長を生かした速球の、 他に、非常にキレの良いドロップを武器に、1年目から25勝13敗、防御率2.84の成績を収める。翌年1899年には27勝8敗、防御率はリーグ最高の2.50を記録したのを、はじめ、8月7日のワシントンセネタース戦では、無安打試合を達成している。また同年は完封勝利が5試合あり。 これもこの年のリーグ最多であった。その後も1905年まで、ボストンの主力投手として、毎年のように300イニングス以上登板していた。1902年には51試合に登板し45試合で、関東、27勝を挙げる。この年の投球回は410イニングスに達し、リーグ最多の225奪三振を記録している。 一方で1904年と1905年には敗戦数もそれぞれ25敗、29敗と2年続けてリーグ最多となった。1906年にパイレーツに移籍。移籍後も4年連続で20勝以上を挙げる活躍をした。1909年には自身最初で最後のワールドシリーズ出場を果たすが、ワールドシリーズでは2試合で被安打10。 六失点と力を発揮することはできなかった。1910年にカージナルスに移籍し、同年メジャーから引退。引退後はニューアークでホテルを経営したり、大学やセミプロチームの指導などをしていたという。1947年にメリーランド州で心臓発作のため死去。ベテランズ委員会によってアメリカ野球伝道入り選手に選出されたのは、 1995年のことである、ありがとうございます。